えどうもお疲れ様です。9月17日火曜日朝6時の相場解説になります。えー、今日はね、昨日設定した新しいレンジで勝負していこうかなってとこですけども、昨日のレンジがどこだったのかちょっとおさらいしていきましょう。昨日設定したレンジは141円ジャストから140円の300あたりのこの上下のね、だいたい70ピップスぐらいです。 で今ジャストってだいたいこの辺り、だいたいこの辺りって感じで思ってくださいね。だから、この辺りに近づいてきたらセルを入れて、この辺りに近づいてきたらバイを入れる。で、この辺りってのがね、だいたい10ピップスぐらいだと思ってください。で、10ピップスぐらいって言うとね、またね、きっちり10ピップスって考えちゃう人がいるんで、あの多少の弾力を戻せないといけないんで、ここがねあの、一番伝えにくいところなんですよね。うん。だからそれはね、個別でエントリーするときにまた、 あの解説しますのでここはね経験を積んで感覚をつかんでもらうしかないと思いますはいそれではデイリーから見ていきますね、えー、一日足を見ていただいたらわかるように陰線ばっかり出てね下落の傾向はまだまだ続いていきますで新しく設定したこちらのレンジも昨日突き破って139円台に入りましたよねだからこれからも下落の傾向っていうのはどんどん続いていくんじゃないですか はい。で、えー、4時間足に行きますね。4D って書いてますか。4D って間違いですね。4時間の間違いなんで、4H って書くはずですねこれはね。失礼しました。で、こちらの方も、<laughs> 失礼しました。ギザギザしながら、下の方に向かってるでしょ。これからもこういう風に下に抜けるっていう風に想定するわけですよ。で、このレンジを下に抜けたらブレイクって形ができますし、さらにこの、 押し目を抜けたらあ戻りり売ですかこの力点を越えたらねさらにセルの力強まるだろうなっていうふうに今のうちに想定しておくんですよこうやって当たりをつけていく先に実際のエントリーがありますからねでこの流れっていうのはストーリーになっているわけなんですよでここで値動きが一旦止まってね上に行った時も結局同じような下火が出てるところを抜けたらセルですよって言って 抜けた途端にこういうい風な動きができたででしょでこういったのを繰り返しますからで昨日はこの枠の中に収まって一旦139円台に入ったんだけどもこっちにまだ戻ってきたよねってことなんでここを突き破って下に行くようならまたセルのチャンスが生まれるってことそれからこのヒゲ先の軍団を抜けたところで上昇の圧力ってのがまたね解消されますので下の方に行くでしょってことですよね。 はい、ということなんでね、今日はね、基本的にはこのレンジアンオプションで攻めていきます。そして下に抜けたらブレイクでさらに取っていく。まあこんな形で思っておいてください。下に抜けたブレイクをした先には今度はこちらのレンジでものを考えていくっていうふなストーリーが待っています。それではグッドラック。